今まで数学、それにどれだけ依存があったのだろう。希望としては微妙な何か。罪人は犯罪を起こすことで大きなプラスを発生させないのに、そこに重い信仰が？ともかく、既存の数学その定理のままでは、増えない。ともかく物理的にある核融合、それは計算に入れることができない。それは、実用性、それを前にしては大きな、懸念ではあり。悲観的ではあるが、一つの領域の感覚だ。アンノーンエネルギー、その導入の方が、アンノーンエネルギー、要するに神の介入、それを導入した方が、数学的な環境での歪みは補正が、しうるとは思うし、そうなった、感覚も、ある。この辺の形而上の、感覚が、現実にいずれ反映するのか？ともかく、上とは？神の介入、その先は神学論か倫理の問題だ。数学としても一つの区切りにはしうる？